Chioleta Chio, Jesus Cristo Nita Nomu, Koto Wa, Kainai Aremasu, Nazika to Yuto, Moshi Watastachi Wa, Jesus Cristo Nonani Yote, On Chichi Ni Tanomeba, On Chichi Ga Watastachi Ni Subete O Ataete Kudasaru. Bingo de wa nai ne, atakarakuji demo nai. ちょっと違うことですね。真面目に頼むことです。真面目にというと、やっぱり精霊、信仰、その力、愛するための、その愛、その愛の経験、そして教会にとどまることなど、この、ね、最も大事なことを頼めば、すべてが与えられます。すべてが与えられます。どうして、教会たちよ。私たちは完全に喜ぶためです。私たちの喜びは、御父にか、御父に愛されて、御父が私たちの頼みを果たすこと、与えること。これは私たちの完全な喜び。私たちの頼むことは、御父の御胸に入ることであれば、これは私たちの喜びです。完全な喜び。完成されている喜び。神の御胸を果たすこと。で、それが私、それを私たちに無償で与えられています。御父にイエス・キリストの名によって頼めば叶えられます。どうして?どうして与えられます?私たちは教会と共に歩んでいるから。教会と共に歩んでいるならば、イエス・キリストを愛することになる。なぜ、教会はキリストの花嫁。キリストが花嫁を愛しています。花嫁はキリストを愛しています。だから私たちは、共同体と共に歩めば、教会と共に歩めば、イエス・キリストを愛することになる。花嫁として、花婿を愛しています。花婿のために命を懸ける。私たちは、キリストが、御父から聞いて、私たちに命を与え、そして御父に戻るということを経験します。教会の中では、今日の福音は、そのまま実現されます。だから、本当に喜びを持って、教会たちを。喜びを持って、信頼を持って、頼もう。頼もう。今まで頼んだことがないと思う。今まで多分、お金とか、健康とか、何か、いろんな問題の解決を、頼んだかもわからないけど、それはちっぽけなこと。つまり、私たちにふさわしいであれば、与えられます。頼まなければ、もう結構です。頼まなくてもいい。私たちの善のためであれば、健康、金とか全部与えられます。すべてが私たちの善のために与えられています。だから、私たちは何を頼む?主よ、あなたの御胸が私。に実現されますように、私はその御胸に入ることができるように、事実に入って命をかけることができるように、その霊を与えてください。誠の人間、誠のキリスト者として生きるように。それを頼めば、教会の中で、天霊の中で全てを頼むことができます。キリストの名によって、感謝の祭儀、御言葉の祭儀、一石によって、兄弟と共にキリストの名によって、御父に頼む。そして全ては、叶えられてくださる。